うん、僕は緩くないのかもしれないですね、うん、その辺が。これみたいなのを決めるわけじゃないですか、うんうん、でそうじゃない自分に対してとか、うん、自分が描いた理想の道みたいなのからこうずれていくと、わクソッチってなったりとか、まあ他人に対してもですよね、うん、そこお前そうじゃねえだろうみたいな、うん、そうですね、うん、何のために俺は類型論やっとるのだって話ですね、うんうん、まあ、コミュニケーションをうまくするためにやってるのに、そうそう苦しくしてどうすんだって話ですね、うんうん、まあいろんな人がいるから、まあそういうのもあるよねぐらいでさらっと。でもね、僕ね、多分これやってなかったら死んでたかもしれない、うんうん、だからまあそういうのを知るっていう話ですよね。知る、あ、これをやることによってちょっとストレスが、あの頻繁にある時期外部に頼らないと、うん、はいはい、外部の何かに、うん、なんか定期的に、うん、定期的にっていうとおかしいですけど、うん、ある時は これだったり、ある時はこれだったりみたいな時期があったんですけど、うん、今こうして自分が、あ、本当ありがとうございます、この発信できる場をちっちゃいながらも作ることで、うん、皆様の知識をいただきつつ、うん、ちょっとずつなんか、うん、ほぐしているような、うん、固く縛ったのをね、うんうん、ほぐし自分の紐をほぐしているような感覚があります、うん、ありがとうございます、はい、そんなに皆様は紐が固くないのかな、どうなんでしょうね、まあ、固い人と固くない人はいそうですよね。そうですよね、うん、あの僕みたいな人の紐がほぐれるといいなと思ってます、うん、あ、はい、まあ、人それぞれ悩みというかなんかはあるとは思うんですよ。方向性が違うだけじゃないですか、はい、体調の悩みは現実の悩みですもんね、うん、現実ですよ。だから広い世界にポツンといる感じ、はい、なので自分はどっちに進むのか、どれを選択するかですよね。はい、なんかね、そこはね、うん、僕と一緒なんですよ、うんうん、でそこに自分の内面に向くじゃないですか。自分はこれで本当に良かったのか。僕はなんか荒野ですもん。どっちに進むかどっちが正解もない、違うと思ったらもう引き返すしかないぐらいの感覚ですよ。方向転換すればいいぐらいの。あ、でそこで、うん、方向転換とか、うん、引き返すとかしたときに、うん、それを失敗とは思わない。失敗とは思わない、まあ、そもそもだって分かんないんですもん。本当はね、そこなんですよ、うんうん、要はなんか本当の自分みたいな本当のルートがあるって思ってるから、なんか遠回りしたってくよくよしたりするわけですよね。そう、なんかね、採用が馬とかね、うん、学んでるくせにねそれを忘れるんですよね、うんうんうん、要はなんか効率的、いや今効率主義じゃないですか、うん、効率は考えます。いかに効率的にキュッて掴むかじゃないですか、うんうん、で効率的になんか見渡して効率的そうな方向は目指しますよ、はい、で目指した結果違う場合もいっぱいあるわけじゃないですか。ある。そしたらもうしょうがない、こっちへ行こうってで進む感じです、はい、そこだろうな、うん、なんか本当は、うん、あの、あ、でも違う、本当はじゃない、日本語が難しい僕みたいに苦しいなと思ってる人、うんうん、まあ多分そういうなんか正解があると思ってる。そう、それ、うんうん、あると思ってる、うん、で、まああるかもしれないけど分かりようがないって話ですもんね、うん、こういう職業についたこういう会社に入った方がいい、うん、みたいな、入っても人間関係うまくいかない可能性もあるわけじゃないですか、うん、という、まあだからそこを考えてもしょうがない、なんとなくこっちだって言ったらもうえいっていくしかないって話ですよね。で、うん、違ったらもう違ったって違う方向へえいって、あ、で今僕が多分、うん、えいって行こうとしてるのに、うん、えいってえいってされていろんなところがえいってされてるのがうんうん、うん、どこに飛べばいいんだろう飛ぶ方向ですよね、っていうところで多分悩んでるだけなのかな、うん、だとまあちっちゃいですね。まあ、そこの、まあ、気持ちの持ちようみたいなところでなんとかなる部分ですよね。気持ちの持ちようでなんとかなる、うん、その現実的に、まあ、現実的に苦しいものもあるのか。あ、だって目減りしてきますからね、はい、はいはい、はいはい、もう時計売ろっかなぐらい今、うん、はい、っていうところで、はい、本当の自分は今生きてる自分なんすよ、うん、まあそうなんでしょうけどね、うんうん、はい、
それいい答えだね、うん、いい答えだと思う、うん、これですって話ですもんね本当の自分そうですね、それしか言いようがないですね。それを説明せよって言われると無理ですって話じゃないですか無理ですね、はい、あ亀さんごきげんよう。ごきげんよう。人道に行っても自分は見つかるんですかね、うん、まあ、見つからないよって言ってるんですよ村上春樹さんも。そうですね、はい、車輪の再発明、うん、あもう分かんない。車輪の再発明ってあれですよ、もうすでに発明されてるものを、はい、もう一回一から作ろうとする、発明しようとするみたいな。もうそれ車輪使ったらいいじゃんって話ですよ本当だ、出てきた、うん、広く受け入れられ確立されている技術や解決法を知らずに、うん、または意図に無視して、うん、再び一から作る、うん、IT エンジニアってはよく言われるんですね、うん、よく言われます。こうコードがあるわけじゃないですか。でオープンソースのコードとかネット探したらいっぱいあったりする。オープンソースなんですねなるほど。でそういうの引っ張ってこればできるのに、なんか一から作る人とかいるんですよ。なるほどなるほど、うん、それライバラリーにあるよみたいな2秒でできるよみたいな。そうそうそう、コピペだからって、うん、切り替えが下手な、まあそうかもしれないですね、うんうん、どうしても。でも多分この切り替えの下手っていうのは、うん、おそらく答えがあると思ってるからですよ。答えがあると、まあそうですね、うんうんうん、ないってことか。答えはない。でまあなんか答えをみたいなこともよく言うじゃないですか。言うマニュアルをってマニュアルを、はい、だからまあ答えがって話じゃないですか。僕のマニュアルをくださいですよ、うん、でそんなマニュアルないですよって話じゃないですか。二等兵を上手に操縦するマニュアルは存在しないみたいなないガンダムな、ガンダムにもあったのに僕にはないんだ。ないですよ。ちょっと楽になりました。はい、はい、こうして、まあ、なんかそこで悩まなくても大丈夫です。そう、うん、あ悩まなくてもいいんだって話ですもん、うんうん、以上でございます。すみません、はい、あお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。ということでごきげんよう。ごきげんよう。ありがとうございました。